こんにちは。今回は前回作ったピアスとお揃いのリングを制作しました。では材料と制作の様子をご覧ください。では作っていきます。50センチのテグスにスワロフスキーを1つ通し、左右のテグスに丸小ビーズを4つずつ通します。丸大ビーズ1つでテグスを交差して、ビーズをテグスの中央へ寄せます。パールビーズ1つでテグスを交差します。左右のテグスに丸小ビーズを4つずつ通します。スワロフスキー1つでテグスを交差します。テグスの隣の丸小ビーズ1つにテグスを通します。スワロフスキーを1つ通して、一番最初にテグスに通したスワロフスキーの隣の丸小ビーズにテグスを通します。もう片方も同様に編んでいきます。テグスの中央のスワロフスキーでテグスを交差します。ここまではピアスと同じ作り方になります。パーツの裏側にテグスを通していきます。中央にある丸大ビーズでテグスが交差するように、テグスが出ている隣の丸小ビーズ3つ、丸大ビーズ1つにテグスを通します。これで丸大ビーズでテグスが交差しました。左右のテグスに丸小ビーズを2つずつ通し、丸小ビーズ1つを取ってテグスを交差します。ここから左右のテグスに丸小ビーズを1つずつ、丸小ビーズ1つを取ってテグスを交差する、この8の字編みをリングのサイズになるまで編んでいきます。リングの長さになりました。中央の丸大ビーズでテグスを交差します。テグスにそれぞれ丸小ビーズ2つを通して、中央の丸大ビーズにテグスを入れて、テグス同士を交差します。これで輪になりました。
揃えたテグスを2回結びます。テグスの処理をします。テグスをそれぞれ隣の丸小ビーズに入れて、ビーズ5、6個に通してテグスを出してカットします。これでリングが完成しました。今回は前回作ったピアスとお揃いのリングを制作しました。ご覧いただきありがとうございました。